ついに最強の無料フォトストレージ Amazon フォトスを発見。特にプライム会員でこのサービスを使っていない人はとても損しています。はい、こんにちは、パソカメ堂です。最後の方には細かい使い方を実際の画面を使って説明し、重要な注意点も紹介するので最後までご覧ください。 Amazon フォトスとは何なのか簡単に紹介。その名の通り Amazon のフォトストレージです。そもそもフォトストレージとはどのようなものかざっくり説明すると、写真や画像を保存しておくデジタルな倉庫のようなものです。 Google フォトが有名なサービスですが、無料の容量が少なくて困ったことがある人がいると思います。 Amazon のサービスなので Amazon デバイスの Fire、テレビなどと連携できる機能もあります。もちろんパソコン、スマホ、タブレットなどほぼ全てのデバイスで使用できます。タイトルなどからもわかるように、プレミア会員は無制限で写真を保存できます。さらにすごいところは、圧縮されないオリジナル画質で保存できるということです。また、スマホの写真とビデオを自動保存し、自動的にバックアップをすることもできます。スマホのメモリ解放にも活用できそうですね。アルバムを作ったり、写真を共有したり、最大5名までの家族や友人が撮った写真をまとめたり、写真をキーワードで検索したりできます。ブラウザで Amazon Photos を使う手順。まず、Google などで Amazon Photos と検索してください。そして、この画面を開いてください。説明欄のリンクからも、このサイトを開くことができます。上部のサインインか、今すぐ開始をクリックして、Amazon アカウントでログインしてください。Amazon アカウントを作成していない場合は、作成しましょう。ログインが終了したら、Amazon Photos を使っていきましょう。まず、写真をアップロードする方法です。このホーム画面で、追加をクリックして、ファイルをアップロードしたい場合は、写真をアップロードをクリック、フォルダーのファイルをまとめてアップロードしたい場合は、フォルダーをアップロードをクリック、アルバムを作成する、では、アルバムを作成することができます。アルバムについては、この後紹介します。デスクトップアプリでダウンロード、では、パソコン用のソフトをダウンロードして、アップロードをすることができます。パソコン用ソフトの使い方も、この後紹介します。次に、写真を管理する方法です。このマークをクリックして、写真の表示方法をマークのように切り替えることができます。日付の横のチェックマークでは、その日の写真をまとめて選択することができます。写真などの上にマウスを置いた時のチェックマークでは、その写真を選択することができます。写真などを選択すると、上部にこのようなタブが表示され、すべての写真を選択することができます。写真をクリックすると、このような画面になります。この画面でのそれぞれの操作は、このようになっています。最初の画面の写真に写っている人物を検索。では、写真に写っているものをキーワードで検索することができます。この機能はすごいですね。ここでは今日の写真を振り返ることができます。次に右のタブの使い方を見ていきましょう。ファミリーフォルダでは最大5名までのユーザーでお互いの写真を共有できるツールのようです。ファミリーフォルダについてをクリックすると詳細も見れます。何も設定していないとこのような画面になるので、他を招待をクリックして、ここに招待したい人のメールアドレスか電話番号を入力して招待できます。メールアドレスを入力すると相手にこのようなメールが送信されるので、今すぐ開始するをクリックして Amazon アカウントにサインインすると参加できます。保留中をクリックして再度招待したり、招待を削除することもできます。再度招待するためには1日待ちましょう。すべての写真を追加するをクリックすると設定が開くので、下のファミリーフォルダに写真を追加をクリックすると、すべての写真を追加することができます。アップロードしたものをオンにすると、アップロードした時にファミリーフォルダに写真を追加することができます。アルバムでは、アルバムを見ることができます。アルバムを使うと、自分で、行事ごとなどで、まとめて振り返りやすくなります。写真をまとめて共有することができるようにもなります。表示したいアルバムをクリックして、写真の追加や、アルバムをシェアしたり、スライドショーをしたりすることができます。思い出では、思い出を振り返れます。人物では、人の顔で写真がまとめられているので、見やすくなっています。ここで、写真の顔の人の名前を入力すると、検索の時に、名前で検索することができるようになります。間違えても変更できます。名前と写真の組み合わせが間違っている時には、写真を開いて、名前タグの編集で、編集できます。場所では、写真の位置情報から、写真がまとめられます。フォルダでは、写真をフォルダで分類することができます。アルバムとは違う機能で、フォルダでは、写真の共有ができない点と、より細かく分類できる点が異なります。自動的に、アップロードした端末、アップロードした端末のフォルダで分けられています。ゴミ箱では、取り消しした写真を90日以内で復元したり、完全に削除したりすることができます。ストレージでは、残りの容量の確認ができます。自分のアカウントの名前をクリックして、設定を変更したり、フィードバック送信したり、ヘルプセンターを開いたりできます。共有アイテムでは、過去に共有したリンクを開いたり、選択して削除したりすることができます。非表示のアイテムでは、
地にしたアイテムを再度表示などをすることができます。ちなみに写真を非表示にするには最初の画面で写真を選択し、この3点マークから非表示をクリックするとできます。スマホアプリで Amazon Photos を使う手順。まずアプリをダウンロードしましょう。お使いのスマホにあるアプリストアを開いて Amazon Photos と検索してダウンロードをしてください。一応検索が面倒くさい人用に説明欄にリンクがあるので、そのリンクからもダウンロードできると思います。ダウンロードが終了したら Amazon Photos を開きましょう。アプリを起動したら Amazon アカウントでログインしてください。ログインが終了したら Amazon Photos を使っていきましょう。まず写真をアップロードする方法です。右下の3点マークをタップして写真を手動でアップロードするをタップします。そしてアップロードしたい写真を選択して右上のアップロードから写真をアップロードすることができます。下向きの三角をタップしてフォルダを切り替えることができます。次に写真を見る方法です。この画面から見たい写真をタップして見ることができます。この画面の下のハートマークをタップして開いている写真をお気に入りに登録。共有マークでは開いている写真をリンクで共有したり、印刷したり、Bluetooth で共有したりすることができます。横スクロールでその他の選択肢を選択することができます。ゴミ箱マークをクリックして開いている写真を削除することができます。i マークをタップすると開いている写真の詳細を見ることができます。この3点マークをタップしたこの画面では写真を編集したり、非表示にしたりすることができます。アルバムについてはこの後紹介します。写真を編集するでは開いている写真を編集することができます。ステッカーを追加したり、テキストを追加したり、基本的な編集はできます。最初の画面のカムの使い方を紹介します。何も選択していないこの画面では、今日の写真を振り返ることや、シャッフルされた写真を見ることができます。虫眼鏡マークをタップすると、写真に写っているものをキーワードで検索することができます。この機能は、すごいですね。その他のタブの機能は、このようになっています。アルバムを使うと自分で行事ごとなどでまとめて振り返りやすくなります。写真をまとめて共有することができるようにもなります。 Amazon マークをタップし、歯車マークをタップすると各種設定を変更することができます。それぞれの項目をタップ。デスクトップアプリで Amazon Photos を使う手順。デスクトップアプリはバックアップをする用のソフトなので、バックアップをしたくない人はダウンロードをしなくていいと思います。しかし、写真を見ることはできなく、ウェブ版で見る仕様になっています。まず、ウェブ版からアプリをダウンロードして、インストール。その後、Amazon アカウントでログインします。そして、セットアップが始まります。これは、スキックすることができます。セットアップを進めると、最初のバックアップを設定が表示され、自分のお好みの設定を選択して、次へをクリック。この設定は、後で変更できます。その後に、ストレージのアップデートという画面が表示されますが、現在のストレージプランを維持するをクリック。そしてリリースノートが表示されますが、閉じるをクリックして開始することができます。もう一度セットアップを開きたい方は今すぐ開始をクリック。細かくバックアップを指定したい場合はバックアップの追加から設定できます。個別にファイル、フォルダをアップロードしたい場合はドラッグ&ドロップしてください。ダウンロードからファイル、アルバムごとにダウンロードをすることができます。設定から細かく設定を変更することができます。申し込むで設定を適用できます。アカウント名をクリックして全てを一時停止することもできます。最後に Amazon Photos の注意点を紹介します。 Amazonフォトスはプライム会員になると写真の容量を無制限で使えるようになりますが、動画の容量は 5GB なので注意してください。プライム会員ではなくなると写真と動画の容量を合わせて 5GB になります。ちなみにフル HD での画質で 5GB の容量だと40分くらいの動画が保存できます。ちなみに 5GB で約1200枚ほどの写真が保存できます。 Amazon フォーラムによるとこのようなことが書いてあります。この内容をまとめると 5GB を超えると容量超過となり、180日間経つと写真を削除するので、その間に 5GB に収めてくださいということです。プライム会員をやめる予定がある人は使い方に注意した方が良さそうですね。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると Amazon Photos のような隠れたサービスを知ることができます。質問やご意見はコメント欄にどしどしどうぞ。